始まってるよ。おい始まってるよ。ぷよぷよしてる王さん。普通やん。油断してた。油断してた。油断してた。もう終わりや言ってたからもう油断してた。いやもうあの、はい、いやもうちょっとね、はい、今回ね、はい、ちょっともう謝らなきゃいけないことがいっぱいあるんですよ。多々あるんですよ。はいね、もう、はい、あもまあまあ俺自身もポコちゃんのことを、はい、あのまあカスタム界の大谷は思ってたんですよね。二刀流、ああもう二刀流どころか、はい、三刀流や思ってましたわ。はい、もうちょっとねそれでなんかポコちゃん、はい、あのずっと休んでたやんか、はい、なんかもう腹立ってなんか、もうねポコちゃんがポコってる日もひたすら働いてましたよ、私。はい、ちょっと謝罪してください、はい、あの世界中の人に、はい、どうぞ。体調崩して休んでおりました。これちっちゃい、あ体調を崩して休んでおりました、はい、コロナではありませんでした、陰性でした、はい、まあ、ということであれですよね、はい、また振り出しということで、はい、今日から、はい、まあ、まあ今体験体験するね。シーズン2が始まりました。これ。はい。はい、なんとこれ。はい。はい、もうすべてね、はい、あの4日間休んでリセットされて、すべてリセットされすぎて、すべて忘れてしまいました。はい。今日からまた新たに修行が始まりますので、はい。よろしくお願いします。はい。はい。はい、じゃあちょっとやっていきましょう。やっていきましょう。はい、挑戦ですからね。これは。はい。はい。もう何をしてるかもう言わないですわ。もう。何をしてるか言わないです。ポコちゃん、はい、何をしてるか言わないです。もう言わないんですか。言わないです。もう、はい、もうてか何してるかわからんと。ぶっちゃけ。分解してるのは分かる。はい、ああ、分かってんねや。はい、ちょっとこれあれですよね。はい、この装置を、はい、まあ言ったら車体にちょっと固定しないとダメじゃないですか。はい、でそれに向けてちょっとこう、はい、調整ですねやって、で固定してしまうっていう、はいはい、ね、ちょっとこれ実はあれですね、8月7日、はい、オフ会やります。はいはい、浜松で、はい、ポコちゃんなんと、はい、エブリで行きます。エブリで参加します。はい、この間、はい、お前は仕事やってもうなんか腹立ってきたんで、はい、行きます。エブリでそれまでにちょっとエブリのタイヤ直しましょう。はい、あら危ないです。はい、ちょっとね、はい、あだから今週直しましょう。はい、そういうことなんで、はあ、ちょっと残業っすよ。残業ではないな、はい、居残りっすよ。はい、修行して居残るっていうことで、はい、はあ、ちょっとねやっていきましょう。はい、なんかお前あれやでな、アッコさんみたいな髪型。アッコさん、うん、アッコさんってアッコさんって言ったらアッコさんやないか。なあ、はい、なあ、いや秘密のアッコさんもおるじゃないですか。アッコさんやないかお前。あの頃はやないか、はい、なあ、その鐘を鳴らすのは、うん、もうポコハラっちゅうね。はい、あそういうことですよ。はい、ちょっともうね、とうとう振り出しに戻ってしまうっちゅうね、はい、もう悲劇が起きてしまったんでね、はい、まあ、僕の人生そんなもん。そうですね、もう行ったり来たりですよね、はい、もう螺旋階段ですよね、はい、ああぐるぐる回ってますよね、はい、なんか知らんけど下まで降りてしまうっちゅうね、はい、間違いね、はい、そういう感じでちょっとね、はい、やっていきましょうよ、はい、ね、もうちょっとね悲しいですけどね、はい、こればっかりは。ちょっとこれ、はい、またね、組んで車に持っていきましょう、はい、ね、ちょっととっとと俺は終わらせましょうこれね。あ明日じじ来るんで、はい、俺今日じじ来る思ったらじじ来なかったですよ、はい、まあこうかなり暑いんでね、はい、まあ、来たら来てたら死んでるかもわかんないんで、はい、時間混んでも家で死んでるかも。ああちょっとね昨日ね、はい、家の下のマンションの下のファミリーマートあるんですけど、はい、そこに行ってきたんですけどね、はい、ちょっとね死んでたら面倒くさいな思って声かけなかったんですよ。あ、はあ、す
それぐらい、それぐらい。緊張通ったんやってるわ。いやいや、それぐらい、あった。それぐらい暑かったんで。そういうことなんです、はい。ファミリーマートにね、はい、ちょっと休憩してたんで、はい、15分ほど。そんなんで、ね、やってるんでね。じゃあまた、後でちょっと取り付けに行きましょう、これね。はい、ちょっと、頑張りましょう。今日からまた新たなスタートです。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、おばちゃん、うん、今日もいろいろ頑張ったな。はい、もうなんか、いちいち逆にはめてた。あかんやん。もう今気づきました。ああ、もんちゃんも謝っとこうも。あ、すいません。ああ、もう世界の皆さんすいません。もう謝っとこう、何でもいいから。すいません。ああ、すいません。いろんなもん。とりあえず今日またいっぱいやってんな、いろいろな、いろいろやってこれ紹介したいねんけど、なんかあれやでな、紹介しきらへんな。早いまだな、早いな、いろいろ何をどうしたらこうだるみたいな、ちょっと一回やったら方がええねんけど、はい、あ、ログインつけたやん、はい、あれだけちょっと一回見とく、どうなんか、あ、最初失敗してないか、ちょっと見に行こう。あ、いっぱいおるな、カスタムカーが。これカスタムカーな、有名なカスタムカーやな、これ。逆にこれにまだロングヒンジついてなかったのがびっくりしました。あ、これね、ロングヒンジね、はい、今ちょっとコーキングしてる。閉めたらあかんじゃん、まだまだ閉めた、うん、うん、こんな感じ。今、タイヤ変えるかな、はい、あ、閉めあげたらよかったかな。あ、コーキングして、はい、で、ね、今度コークで今日も一日疲れましたね、はい、で今日も一日っていうか、もうなんかもうちょっともう僕はもう腹が立ってるんですよ。ボコちゃん4連休やで、今日から世間は4連休、はい、もうずっともう社長は、ね、もうずっと働いてますよね。もうフラフラですわ。今日コロナワクチンでちょっと手で上がらなくなってきました。あ、もうそんなもうどうでもいい。あ、もう噂通り、噂通り、ワクチンはやった方がいいですよ、はい、もうちょっとね、2回目は8月の後半で、はい、はい、もうというか今日からまた新たな気持ちで、はい、初心に 戻ってではなくて、はい、戻ってしまったというか、はい、一旦下までちょっと落ちて、ちょっとね、いろんなちょっと失態があったりで、なんかいつも気づいたらそうなってるんですよ。ああね、常に調子乗ったらそうなるっていう、はい、調子乗らないように。いや別に調子乗れるほどのことはないんで。ああ、そういうことですね、はい、わかりました、はい、ちょっとね、まあ暑いんでね、ぼちぼちやっていきましょう。はい、はい、なんか調子の乗れるようないいことないですかね。ああ、ちょっと今日もね、そんな今日っていうか、もう最近疲れすぎていいことないなっていう感じでね、はい、疲れましたよね、はい、明日も忙しいですよ、はい、明日もね、お客さん結構来ます。はい、明日いうかね、この4連休ね、ずっとお客さん来ます、いっぱい来ます。今日もなんとちょっと触れてなかったんですけど、はい、川崎からお客さん来てもうて、はいはいはい、でその前は名古屋から来てもうてとか、来られてますね、もう全国からちょっとね、今ね、来てもうてて申し訳ないなっていうのでね、はい、もうね、なんやったらもう行くんですよ、ここじゃ、これ、あ、はい、行きますから言うてもうて、はい、どこにでも飛んでいきますんで、はい、はい、わざわざ来なくても大丈夫、はいはい、でもここでしかできないですよ、ね、あ、ですよね、はい、行きますけど、あ、ですよね、はい、わかりました、はい、ちょっとね、結局踏み出しに戻る、踏み出しに戻る、はい、カスタムカーいっぱい作っていきましょう、また、はいはい、もうちょっとね、もうカスタムカーの二刀流、三刀流、はい、もうね、ポコタニって呼ばれる、また社長もめちゃくちゃ言うてます、はい、もうね、カスタムカーのポコタニっていう、はい、はい、もうね、言うたらメジャーの大谷君に負けないように、はい、ポコタニも頑張っていきましょう、はい、はい、ちょっと同じ土俵に乗れないでしょそれ以前に、はい、はいはい、ということで、はい、ね、今日ええ天気っすね、はい、アホみたいにもう晴天っすよね、はい、もう昼間きつかったです、はい、もうね、はい、フラフラっすよね、はい、なちょっとまだ、ね、今日も終わってないんですけど、はい、また明日から頑張っていきますんで、はい、新たに、はい、奮闘していきましょう、また、はい、奮闘期復活です、はい。
おめでとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあまた明日。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ帰りますんで。はい、お疲れ様です。はい。あ、いい心がけやね、ゴミ拾うって。はい、そしたらまた。はい。